テイ・キヨシ、テイ・キヨシ、ジェンジー、日本語読み、テイ・ケツ、ピン・オト・記、ジャン・ジエ、1983年7月5日隊は、中華人民共和国、四川省生徒出身の女子プロテニス選手。同僚のオソ・ムラサキとペアを組んで、2006年の全豪オープンとウィンブルドン女子ダブルスで優勝を飾り、中国のテニス選手として、最初の4大大会優勝者に輝いた。 シングルスでも2008年ウィンブルドンと2010年、全豪オープンの準決勝進出者となった。WTA ツアーでは、ダブルスで4大大会2勝を含む15勝を挙げ、シングルスでも4勝がある。自己最高ランキングは、シングルス15位、ダブルス3位。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。身長 164cm、体重 57kg。 2000年にプロ入り、定期予誌が中国国外のトーナメントに初参加したのは2001年7月前半のアメリカカリフォルニア州ロスガトスの大会であった。2002年から女子テニス国別対抗戦、フェドカップの中国代表選手となり、国外のテニス大会に活動の場を広げる。同年5月に福岡のトーナメントで初来日し、 本戦の準々決勝まで進出した。2003年はジャパンオープンでベスト4進出があるが、この時は準々決勝で同僚のオソムラサキとの中国対決を制した後、準決勝で当時16歳のマリア・シャラポワに敗れている。シャラポワにとっては、これが WTA ツアー初優勝の大会だった。2004年の全仏オープン女子シングルスで、テイ・キヨシは、 中国出身の女子テニス選手として史上初のベスト16入りを達成した。その4回戦ではパオラスアレスに4から6、5から7で敗れている。2004年のアテネ五輪でテニスの中国代表選手に選ばれた時、女子ダブルスには定期ヨシオソムラサキの組とリと孫天天組の2組を送り出した。このアテネ五輪ではリ孫天天組が 女子ダブルスの金メダルを獲得し、中国に初めてのテニス金メダルをもたらした。それから1年半後、2006年の全豪オープン女子ダブルスでは、定期吉安藤遅紫の組が第12シードから勝ち上がった。二人のダブルスは、リターンの時に二人とも後ろに並ぶスタイルで、世界の標準的なダブルスとは大きく異なる。これが対戦相手を戸惑わせ、二人は準決勝で、 朝越忍とカタリナスレボトニック組に6から2、7から6で勝ち、決勝では第1シードのリサレーモンドサマンサストーサー組を2から6、7から6、6から3の逆転で破り、中国に史上初のテニス4大,大大会タイトルをもたらした。これで中国女子テニスからは2組のダブルスペアが世界の頂点に立ったことになる。 全豪オープン女子ダブルスで優勝を飾った後、テイ・キヨシは5月第1週に、ポルトガル・エストリル大会の決勝で、同じ中国のリダを6から7、7から5、リダの途中危険で破り、WTA ツアーのシングルスで2勝目を挙げた。その後、ウィンブルドンでも中国テニス界は大きな躍進を見せる。テイ・キシは女子シングルス3回戦で、キムクライシュテルスに敗れたが、 細紫とのダブルスで2度目の4大大,大会決勝に勝ち進み、ビルヒにあるあのパスクアルパオラスアレス組を6から3、3から6、6から2で破り、中国のテニス選手として最初のウィンブルドンに優勝者になった。ウィンブルドン選手権の後、7月15日から16日にかけて女子テニス国別対抗戦、フェドカップのワールドグループププレイオフが、 中国の首都北京で開かれ、中国はドイツを4勝1敗で下して2007年度のワールドグループ出場計を獲得した。テイ・キヨシはシングルス1試合とオソムラサキとのダブルス戦に勝利を収め、中国にとって初めてのワールドグループ進出に効く貢献した。しかし2007年全豪オープンではテイ・キヨシとオソムラサキは女子ダブルス準決勝で、 台湾ペアの先鋭前消化用組に3から6、4から6で敗れ、大会に連覇を逃した。2008年ウィンブルドンにおいて、テイ・キヨシは中国女子選手として史上初のベスト4に進出し、2年前のリダのベスト8を上回る成績を出した。3回戦で、第1シードのアナイバノビッチを6から1、6から4で破る勝利で波に乗り、4回戦で、 アグネシュサバイ、準々決勝でニコル・バイディソバに勝ち、シングルスでも同国の最高記録を更新した。準決勝では第6シードのセリーナ・ウィリアムズに2から6、6から7で赤敗した。アジア人女性のウィンブルドン準決勝進出も1996年の伊達キ子以来12年ぶりの快挙だった。地元開催の北京オリンでテイ・とオソムは 女子ダブルスの銅メダルを獲得した。準決勝で、スペイン代表のビルヒニアルアノパスクアルアナベルメディナガリゲス組に4から6、6から7で敗れた2人は、準決勝敗退ペア2組による銅メダル決定戦で、ウクライナの姉妹ペア、アリョーナ・ボンダレンコカテリナ・ボンダレンコ組に6から2、6から2のストレート勝ちを収めた。2009年の全豪オープンで、 テイ・キヨシは第22シードとしてシングルス4回戦に初進出を決めたがスベトラーナ・クズネッツォアとの試合を1から4で途中棄権してしまう。翌2010年の全豪オープンではテイ・キヨシとリダの2人が女子シングルスのベスト4に入った。テイ・キヨシは2008年ウィンブルドン以来2度目の4大大会シングルス準決勝でジュスティーヌ・エナンから1ゲームしか奪えず1から6。 0から6のスコアで完敗した。2012年の開幕戦 ASB クラシックの決勝でフラビア・ペンネッタの途中棄権により5年後、過月ぶりのシングルスツアー4勝目を挙げた。7月のロンドン五輪で3度目のオリンピックに出場し、シングルスは1回戦で、ナディア・ペトロワに4から6、6から7で敗退したが法卒と組んだダブルスでは、ベスト8に進出している。 テイキヨシは2015年ウィンブルドン選手権を最後に公式選出場が途絶えている。2016年4月に第一子を出産している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。